本物より可愛い、斉藤千春アナ、完璧すぎるラプンツェルコスにファン絶賛、まさに天使。乃木坂46の元メンバーで、テレビ朝日の斉藤千春アナウンサー26が3日までにニーの取材でラプンツェルに噴したショットを公開した。この日、斉藤アナは、 今年のハロウィーンディズニー取材では、ラプンツェルになりました方には、パスカル初の毛にはお花手には、フライパンスタッフさんの愛を感じます感謝です。と綴り、ラプンツェルになりきった様子ドラまでの変身ぶりは、ファンにとってかなりの眼福ショットとなりそうだ。そんなイ藤罠に、ファンからは、実写版ラプンツェル、素敵すぎるちーちゃんかわいい、似合ってる。 めっちゃ可愛いし最高に似合う。あらす敵ハロウィンにぴったり可愛い。ちはるさん最高。まさに天使。ラプンツェル似合いすぎです。いいリアルラプンツェルメルヘンダは魅力に圧倒されました。プリンセスすぎるなどの声が寄せられた。